まあ、またいよいよ、新しいシーズンが始まるなと、気持ちを新たに、そして、まあ、この今シーズンに向けて、しっかり結果が出るように、そういう、まあ、出せるようにという思いで、まあ、強い決意を持って、はい、伺わせていただきました。そうですね、僕自身もこれだけ長いオフは初めてだったので、ちょっとこう過ごし方っていうのをいつもとまた違ったリズムで本当に初めての経験だったんで少し、どうしたもんかなとは思ったんですけど、まあ、ただとはいえできることっていうのは基本的に、このシーズンスタートチーム始動に向けて、体を動かすことだけだと思ってたので、まあやることそんなに変わってないですね。基本的にずっと体を動かしながら、はい、その期間がいつもよりちょっと長かったかなと、まあ、その分ちょっとのんびりもさせてはもらいましたけど、はい、まあ、そういう意味では心身ともにだいぶリフレッシュはできたかなと思います。24回目ですね。もうそれこそ本当に毎年毎年、まあそうですね、15年過ぎぐらいからですかね、もう本当にその年できることを淡々と、やろうという思いでしかないですけど、まあ、やっぱり30代中頃過ぎたあたりからは本当に1年1年、もっと言えば毎日の練習一つ一つが、まあ、自分の身体っていうんですかね、現役続けられるかどうかっていうものに関わってくると思って、まあ、ある意味ちょっとこう崖っぷちとは言わないですけど、それくらい本当に一歩間違えればまあ現役終わる可能性もあるっていう風な思いでずっと過ごしてきてますので、本当にそこの意識はそんなに変わらず、今年もまた、そういうなんですかね、まあ、いい意味の危機感を持ちながらも、まあ、逆に言えば24年目をプロ生活を送れるっていうことは、まあね、そんなにあることではないので、その嬉しさというかそういったものありがたさというものをしっかりと噛みしめながら、1年過ごしていきたいなというふうに思ってます。毎年毎年、多くの方に、言っていただけるので、まあ、そこは記録達成もちろん僕もしたいと思ってますし達成できればなとは思ってますけど、ただまあ本当にこればっかりは結果でしかないので、そのためになんていうんですかね、レノファの試合があるわけでもないですし、僕自身、その、まあね、ゴールを当然目指しますけど、そのゴール連続記録を取るために、サッカー選手としてずっと過ごしているというわけではなくて、やっぱり選手として、どれだけのことができるのかというふうに取り組んだ結果として、まあ、ゴールがついてくるという形だと思うので、まずはしっかりと自分のできること、チームのためにできることっていうのをしっかりと、まあ、取り組みながら結果として、連続ゴール達成できたら本当に嬉しいなと思います。そうですね、まあ、去年の途中からまた今年はシーズンスタートから入れるっていうことはかなり自分にとってもプラスになると思いますし、去年以上の成績を残すためにまたスタートからいいコミュニケーションだったり足りないものをすべてキャンプからやって去年以上の成績を残したいなと思います。そうですね、まあ年も今年30歳になる年なので、まあ自分にとっても勝負の年ですし、役割的にも自分がっていうわけでもなく、チームが良くなるためにやっぱ必要なことをどんどん発信していかないといけない年だと思うので、まあ、そういうのを意識しながらチームは一つベクトルがね矢印が一つの方向に向かっていくようにチームを、サポートしながらチームのために頑張りたいなと思います。まあ、個人としては、まあ、数字動向よりも怪我なく1年間レノファのために戦うということをやっていきたいと思いますし、まあチーム的には、まあ、去年残留争いしてしまったというところでは必ず、今年は3つというところなので、そこの3つに入れるようになんとかチーム力で頑張っていきたいなと思います。はい、まあ大卒3年目ってこともあって、まあ、なかなか結果が出ない2年間だったんです。この3年目は必ず結果を出したいという気持ちで、まあ、レノファやナムイチに加入しました。制限金沢の時にキャンプで1試合でシーズン中に前期で1試合、まあ、計2試合自分は戦ってるんですけど、まあ、その時にすごい面白いチームだなっていうのは敵として感じていましたし、
まあハマった時はすごい強いなっていう印象があって、まあ、そこから声をかけてもらったんで、まあ考えることなくすぐ決めたっていう感じです。まあ、自分はセンターバックで、まあ、長所は声かけと、まあ、対人のところなんで、まあ、そこで自信を持ってやっていって、まあ、チームの力になれたらすごい嬉しいです。まあ、サガン鳥栖の時から、まあ、MD っていうあのファンから言われているんで、まあ、レノハヤノグチのサポーターの皆さんも MD と呼んでいただけたらすごい嬉しいです。 MD はもしかして松本大輔？そうです。はあ、なるほど。愛着のあるニックネームですか？はい、大輔君も上に2人いるんで、あのレノハヤノグチにも多分 MD の方が呼びやすいかなと思ってます。よろしくお願いします。いや、もちろん毎年ですけど、目標は J1 昇格なので、J1 昇格、そのためにやっぱりトップ6、最低でもトップ6っていうのは、お願いしてきました。いや、もちろん毎年ですけど、出る選手もいるし、入ってくる選手もいるんで、出入りはありますけど、今年も、しっかりと、トップ6までいけるメンバーは揃ったと思ってるんで、しっかりとキャンプ含めて、準備して、スタートダッシュできるように、頑張りたいと思います。もうもちろん去年の積み上げもありますし、メンバーは変わりましたけど、しっかりと、さっきも言いましたけど、キャンプ含めて、開幕までに戦えるように準備したいと思います。